はい、えー、こちらなんですけどね、あのー、以前動画で一回、あのー、紹介したかな、あのー、私のこの手ね、見せて何んんぞやって話になると思うんですけど、<laughs> 初めてかな、言ったかな、あの、世はね、えー、私、あのー、何枠のね、なんの周辺で働いていて、 ほんであのね、なんばのなにわくの周辺のね、あの、有名な、まあ、インターネットにもね、スマホとかでも調べたら出てくる、まあ、その場所のね、占い師の場所を言うとそこのお店さんに迷惑かかっちゃうんで、どこかは言わないですね。結構ね、あの、小さいところから有名なところも入れたらね、あの、なんばの、その、ま、なんばから震災橋ですね、ちょっとごめんなさいね、のあたりにね、あの、占いって言ったら結構いろんな場所があるんですよ。 だからまあ、た、ま、い、あ、その辺のね、場所の占いって言ってもいいね。まあ、あの、お店さんには迷惑かからないんで、結構いろんな場所あるんで、で、そこのね、1店舗目のところで言われたことを言いますね。で、なんかちょっとまあ、これは僕の個人的な解釈ですよ。うん、別に占い師さんたちの悪口言うわけじゃないんですけど、当たるも発見当たらぬも発見なんですけどね。<laughs> 本当かいって思いながらね。うん。で、まあ、1店舗目です。あの、特別な場所は言わないですね。まあ、あの、まあ、自転車を使ってね、まあ、いろんなとここう回ったわけなんですけど、あの、まあ、なんから、えっ、ー、と、本町ね。本町のこの3つの間ね。で、まあ、たいあの、スマホで調べたら、まあ、結構レビューが高いね。あの、レビューが高いって言ったらおかしいですね。あの、こう、人気のところですね。まあ、で、1店舗目のとこ言いますね。うん。 この手相を見ていただいて、あなたは大変苦労した方だと。あ、本当ですか。よくわかりますね。僕ね、一度も苦労したことないです。<laughs> 僕、毎から言ってますよね。僕ね、努力したことないです。苦労もしたことないです。はい。あの、私はね、甘えん坊の甘ったいな人生なんで、まあ、それを一つ言われました。ね。えー、苦労していますね。ね あなたは、あのー、一度ね、えー、女の方と、えー、結婚した後にね、あのー、別れてますね。えー、なんで分かるんですか僕一度も結婚したことないです。<laughs> ね。で、あなたは、あのー、お父さんね、お母さんね、えー、片一方のもう方からね、あの、メッセージがあります。要はだからね、お亡くなりになってますって言いたいんですよ。 ね、両方とも言います <laughs>。あれや、これや言いました。あ言われました。今、この場で言,われ言ったらね、もう時間なくな,なくなっちゃうので、まあ、要はね、ご両親の片一方がいなくなってると言います。両方とも言います。ね。で、えっ、ー、と、まあ、あなたはこの先ね、お金で苦労します。まあ、それはどうかわからないです。まあね、うん。でも、それってどうとでも取れますのでね。うん。まあ、この先の人生ですよ。うん。 まあ、決して私の今までの今の人生はね、別に金に余裕があるわけではございませんがね、それはね、あの、いろんな意味で取れるんですよ。うん。まあ、それはいいとして、でね、えっ、ー、と、まあ、どう言ったいんですかね、あなた、しごまさんね、しまとごまさんね、あなたは、あの、何度も女の方を泣かしていますね。え、それどういうことですかって、ちょっとそれ興味あったんで聞いたんですよね。 何ですかって言ったら、いや、あなたはね、もう大変おもてになる方です。モテません。<laughs> ねこれあれや、これあれや、これは言われてたんですよ。僕のことをね、ごま吸ってるわけなんですよ。要は、あの、おもてになる。まあ、要はね、あなたね、男前ですよ。みたいなことをね、言ったらね、まあ気持ちよくなるじゃないですか。まあ、っていう僕の解釈ですよ。違いますね。うん。であと、なんて言ってたかな一店舗目でね。うん ノートに変えとけばよかったんやけどね、メモかなんかにね。うん。で、あなたはね、えー、あ、思い出した。あの、前世、前世はね、あなたは犬だと言われたんですよ。<laughs> その時ちょっと僕ね、笑いそうになったんですけど、ちょっとこらえて、あ、犬ですかなんでですかって言ったらね。まあ、あれやこれは言われたんですけどね。まあ、どうとでも取れ,れるようなことなんですよ。うん。で、そこはね、 まあ,あの、なんていうんですかね、気分次第でいいみたいな感じなんですよ、ちょっとあのお金払うのがね、まあ、こっちが占っていただきました、まあ、基本料は500円なんですけどね、まあ、そこから上乗せするか、まあ、500円そのままなんかはね、えー、あなた次第なんでみたいなことを言って、結構でもね、親身に見てくれるんですよ、たまたまひょっとしたらね、あの今日お客さんがいなくて、後ろに並んでなかったからね。 あの、ちょっと長い時間見てくれたかもしれないんですけど、まあね、えー、500円ぴったり払っときました。<laughs> えー、何一つ当たってません。はい。<laughs> でもスマホではね、まあどこの場所か言わないですよ。まあ、たまたま私のがね、当たってないから、たまたままあこういうね、まあタイミングが悪かっただけかもしれないんですけど、何一つも当たってません。でもね、あの、この手相を見ていただいてね、あの、 まあ、手相を占ってもらう、その付近のレビューはね、だいぶ高い店ですよ。どうなんでしょうね。はい、これでね、えー、手相も見てもらった有名店の1店舗目のね、えー、とレビューの、あのー、動画の紹介を終わらせていただきます。またね、私のね、動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひね、チャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。